はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。マスターデュエル1周年記念企画、すごいです。めちゃくちゃなことが起きてます。今日2月の14日バレンタインデー、コナミからのバレンタインデープレゼント、あまりにも多すぎてお腹いっぱいっていうレベルです。先に1個謝りたいことがございます、コナミさんへ。1周年記念企画何もないとか忘れてるんじゃねえかとか言ってしまい本当に申し訳ございませんでした。大変申し訳ございませんでした。反省をしております。今回の1周年記念企画あまりにも多すぎて処理しきれるかどうか怪しいんですけども、一応今回はこの1周年記念企画がどんな内容なのかっていうのを説明していきたい。あのね、マジでマスターデュエル1回ログインしてほしい、やめてた人も。まず1個目、ログインボーナスがありまして、一応ね、7日目までログインしてもらえば、あの全部でジェムが1000もらえるっていうのと、あとね、このね、リワードチケットっていうなんか謎の、あのファーストアニバーサリーリワードチケットっていうのがもらえるんですよ。で、ここで、このチケットを使って、なんと、かなり特殊なパックを剥くことができまして、それがこのショップの特設にある、このファーストアニバーサリーパックってやつなんですよ。これが何かっていうと、主人公系の、モンスターたちですね。これを、ピックアップしてあるパックで、で、これの中から、そのチケットを使うと、ランダムに、8種類のパックの中からランダムに、どれかを剥くことができますっていう。で、その、剥いたパックの、ところから、何が出るかっていうと、もちろんね、そのピックアップされているカードは、例えば、アクセスコードのこのパックをね見るとピックアップされて中からこう出るんですけど、ランダムにそれプラスここ書いてあるんですけど UR の1枚ロイヤル加工が確定するんですよ。だからランダムではあるんだけどロイヤル加工が1枚ゲットできます、チケット1枚で。でこれログインボーナス7日間一応あるんですけど、5日目までログインするとリワードチケット3枚ゲットできるんで、実質ロイヤル加工が3枚ゲットできます。かなりでかいですよね。初めてです。これ、ロイヤル加工が確定するっていうのは、マスターデュエルの試みでも初めてなんで、まあ、1周年特別って感じですね。いやー、まさかね、こんななんか、楽しみのあるね、オリパ的なね、のが実装されると思ってなかったんで、これかなりいい感じですね。マスターデュエルさん。で、ランダムっていうのが逆におもろい、これは。ランダムなのがおもろい。これ、選べないんですよ。僕はちなみにこのギャラクシーが欲しくて生配信で向いたんですけど、出ませんでした。出たのが、なんか、この謎のペンデラムバッグだったんですけどこれね狙ったバッグ出ないってのも逆に面白いんだよね。でこれね一応で最大3枚までゲットできるんで、これぜひ今ログインしてゲットしてください。で2つ目、2つ目なんですけど、あのねイベントが、2つ開催されることが決定しました。2月に公式の2つのイベントを開催しますと、レジェンドアンソロジーとエクシスフェスティバル。エクシスフェスティバルはね、あの1回やってるんでエクシスモンスターしか使えないっていうなんかフェスティバルなんですよ。これとプラスこれレジェンドアンソロジー、これはねなんかね噂というかまだレミットレギュレーションがざっと確認しただけなんですけども、あのねキャラクターとか、 なんか主人公系のデッキとかなんかなんだろうな、アニメとかで活躍してたようなテーマを活躍させるみたいな感じのレミットレギュレーションっぽいね。だから例えばブラックマーシャンデッキとかね、ブルーアイズデッキとかそういうデッキが活躍するようなイベントになる感じらしい。はい、なんで結構ねエンジョイ勢とかファンデッキ勢とかにとってかなり楽しみなイベントになる可能性はある。まだね始まってないんで分かんないですよね。はい、でエクシスフェスティバルはまあ今まで通りなんですけど、これ開催期間かぶってるんですよ。これ2月の17日から2月の26日と2月の21日から28日っていう、なんか21日から26日までちょっとあのかぶってるっていう、やることをっていうまあでも正直これがあのあるべき姿であると思う。他のゲームをやる暇がないレベルでマスターデュエルをやんなきゃいけないっていうのがゲームとしてはね、あのあるべき姿だと思ってるんで、僕個人としてはいいことだと思いますけどね。ただね普通にその社会人の人とかが多いと思うんですよ、このゲームやってるの。そういう人にとってはね忙しすぎてやること多いからちょっとなっていう気はしますけどね。はい、とそれからストラクチャー、ブラックマジシャンストラクチャーがあの発売されました。ボルテックスオブマジック、これねイリュージョンオブカオスやっと実装されました。めっちゃくっちゃ長かった。500ジェムでした。これ500ジェム
500ジェムでゲットできます。これストラクチャーの内容も結構すごくて、実際ね、イルジョームカオスっていう、まあ、そのコナミがあの強すぎてあの実装するのを恐れまくっていたこのカードが実装される以外にも、合体類ってマイオスとか、まあ、マジックリボーとか、まあ、マスターオブカオスとかね、この辺のモンスターが新規で追加されてるんですよ。これさすがにね、紙ボックス、紙ストラクチャーと言えると思います。なぜかというと、このストラクチャーを一応3周すると、まあ、ブラックマシャンデッキほぼできます。ほぼ完成。あとちょっとだけエクシーズとか、リンクモンスターとかちょっと追加しないといけないんですけど、ほぼこのストラクチャーを3個買えば、要は1500ジェムですね、1500ジェムを使うとブラックマシャンデッキを組むことができると。まあ高いと思うか安いと思うか人それぞれですけど、僕は安いと思います。これ僕はもっといっぱいジェムを使ってこのデッキ組んだんで、しかもブラックマシャンデッキって結構 UR 多いですからね、これね。はい、なのでこれはかなり安いと思います。はい、紙ストラクチャーと言っていいでしょう、ファンデッキ勢にとっては。ただ今スプライト環境がになろうとしているので、スプライトに勝てるかと言われるとかなり怪しいです。スプライトに対抗できると言われてかなり怪しいですけども、まあ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 、ストラクチャーの内容としてはファンデッキ勢としては神かなと思ってますね。でさらに3つ目、イラスト違いカードが実装されると。エルドリッチとトロイミアユニコーン、特にトロイメアユニコーンちゃん非常に、これね、召喚ムービーもあるので、エルドリッチとトロイメアユニコーンにぜひね、手に入れて使ってほしいんですけども、これはっきり言ってガチで闇です。これ闇、これはコナミの闇。これね、生成できません。エルドリッチとトロイメアユニコーンはこれ新規イラスト生成できません。でショップ行くと分かるんですけど、このボックスなんとですね、ピックアップ対象カードに他のモンスターが混ざっております。いろいろで、もしかしたら持ってる人も結構多いかなっていうカードも結構あって、このカードだけをゲットするためにこのボックスを向かなければいけないんですよ。ちなみに僕は、このトロイメアユニコーンと、それから、エルドリッチ、これをゲットするのに2万ジェムぐらい吹き飛びました。2万ジェム吹き飛んだっていうことですよ。これエルドリッチくんが1枚約2万円ぐらいってことですね。はい。これは引きが悪かった男の例ですけど、これね、覚悟してください。これ欲しい人は生成できないからこれ向くしかないんだけど、これマジで出ないとか出ないんで、出ないとか出ない、全然出ない。覚悟してみてください、これ向くときは。はい。で、4つ目、新パックがね、追加されてまして、これはスプライツオブミラクルっていう、まあ、スプライト中心のね、パックになってまして、でここにね、マルファとかエクソシスターの最強カードですね。マルファとか、あとそれから、ディアノートとか、要はかゆいところに手が届くような既存テーマの強化が入ってると同時にスプライトも追加されてるっていう感じなので、これはね、スプライトリッキーを組みながらにしてエクソシスターとかのパーツも集まるんで、ワンチャン楽しいことが起きるんじゃないかなと思ってますね。はい。とあとはまあこの禁止カードが一応復帰するよっていうエンシェントフェアリーと、あとブラスターのこのパックですね。これも、新規カードをいくつか追加されてまして、イントゥザプレインズが実装されてるんですよ。これ結構ガチ環境でも使われるレベルの強いカードですし、あとはまあファンデッキ勢というか04環境とかそっち系のデッキを組むときに心変わりが実装されてますんで、まあこれをね、ゲットできるっていう感じですね。でこれは生成できます。こっちは普通のパックなんで、スプライトもなんですけど、こっちは生成できるんで、わざわざパック向かなくても欲しいカードが1枚とか2枚ぐらいの人は作っちゃっていいと思う。イントゥザブレインズが UR ってのは結構エグいけどね。はい。5つ目が、ジェム割引ですね。ジェム割引ちょっともう買っちゃったんですけど、普通にお得なジェムの、パックがね、3回買えるようになってるんで、まあ、これも、まあ、どうせ課金するんだから買っといて損はないと思う、個人的には。はい、で最後、これアニバーサリーのなんかね、ブラックマジシャン関連の商品が追加されてまして、これですね、これ3000ジェムで、30パック買えるんで、実質ジェムはほとんど損しないんですね。ほとんどというかいつも通りの、ジェムの消費数なんですけど、そこにプラスして、このね、
アイコンとかフレーム、壁紙、デッキケースとロイヤルブラマジまでついてくるんですよ。あとフィールド。だから3000ジェム消費すればマスターパック普通に向けるプラスこれが全部ついてくるって感じですよ。かなりお得、かなりお得だから、これはマスターパック30連したい人は普通に買った方がいい。これは、うん、これだってついてくるんだもん。これは最強でしょ、最強。はい、というわけで、ざっと説明しましたけども、一個言いたいのはマジでコナミサンキュー、コナミマジサンキューいや本当にありがとう。いや神運営だわ。ただ一個だけ言わして、一個だけ俺最後に言いたい。できればね、もうちょっと告知してほしい、広報が。ツイッターでもいいし、なんか何でもいいんだけど、例えば俺たちがなんか1周年ないんじゃないかとかって騒いでる時にさ、ツイッターが一言でいいから、やるから待っとるお前らって言ってほしいんだよ、公式から。やるからお前ら待っとけと、という一言でもいいから、ツイッター、公式ツイッターとかゲーム内で言ってほしい。それだけだね、俺がお願いしてるのは。はい、以上です。はい、頑張って今後動画作っていきますんで、チャンネル登録とグッドボタンをぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。